地はランウェイ中途半端だけはノーグッド思い切りの良さで勝負です。言い訳してる暇なんてないから、全速力で走り出したらそう簡単に止まれないぜ。 Make it easy, make it easy. 普遍的性に迷える時ほど簡単な方へ行け。まっすぐ進め、ど真ん中を射抜け。思ってるだけじゃ伝わらないぜ、悩んでるだけじゃ始まらない。こんにちは。はい、ドリームデイズ2 2日目楽しんでますか？お、楽しんでますか？まだまだいけますか？ありがとうございます。時間的にはまだ午前中となりますけれども、本当にもう夜ぐらいな感じで盛り上がっていただければと思います。はい、さあここからのステージはこちら、モストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップ決勝大会バトルラウンド準決勝決勝を行います。本日 MC 担当いたしますジュニーです。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。そして実況解説の皆さんです。順番にご挨拶お願いします。はい、モンストグランプリ実況アナウンサーの柴田翔平と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてはい、昨日からちょっとお洋服変えさせていただきます。モンストプロチーム MTT の、ピオマルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてはい、昨日と同じ衣装でやらせてもらってます、ミラノ風カルボナーラ風屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、ということでこのメンバーで進めていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。さてまずは大会に関するご案内から始めてまいりましょう。全国4都市開催の地方予選を勝ち抜いた全8チームによるトーナメントで戦い、チャンピオンを決定します。本日の対戦カードは昨日の1回戦の結果ご覧の通りとなっております。なおバトルラウンドは全試合3本勝負で、2本先取したチームが勝利となる BO3 方式にて争います。これから行う1回戦の対戦カードによって使用ステージが変更となります。準決勝第1試合はこちらのステージを、準決勝第2試合はこちらのステージを、そして決勝はこちらのステージをそれぞれ使用して勝敗を決します。その他詳細はすべてモンストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップ大会ルールに準拠しています。さあ続きまして、トーナメントを勝ち抜いたチームに贈られる賞金商品をご紹介いたしましょう。柴田さんお願いします。はい、モンストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップ決勝大会、優勝チームには賞金1500万円と優勝盾、準優勝チームには賞金500万円と準優勝盾、3位の2チームには賞金300万円と3位入賞盾、そしてベスト8の4チームには賞金100万円がそれぞれ贈られます。続いて副賞のご紹介です。優勝チームにはご覧の商品が、続いて準優勝のチームと3位の2チームにはご覧の商品がそれぞれ贈られます。さらにこちらです、決勝大会へ進出したチームのうち上位4チーム、つまり今日進出しているチームに対してプロライセンスの発行を一般社団法人日本 e スポーツ連合ジェスに推薦いたします。今大会では複数人の選手が推薦されることになりまして、すでにプロのライセンスを持っている3人を除く他の選手に、全員に、プロライセンスの、推薦が
されるという結果になりました、うん、その他の詳細については大会規約をご確認ください。はい、ありがとうございます。さあ続きまして真ん中にございます優勝トロフィーのご紹介です。こちらも柴田さんお願いします。はい、モンスターストライクスタジアムのアイコンとしてプレイヤー同士が自らのスキルで競い合い仲間と熱狂する場を表現しているエンブレムから着想を得てデザインされましたティファニー社製の優勝トロフィー。台座にはこのトロフィー制作以降にチャンピオンに輝いた2021年のチャンピオン GV、 2022年ミラノ風カルボナーラ、2023年クルセイダーズ、それぞれのチームのロゴが刻印されています。今年の大会では新たなチームのロゴが刻印されることになります。この後の準決勝決勝にご注目ください。ありがとうございます。では最後にモンストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップ協賛各社様をご紹介いたします。それではご紹介いたします。特別協賛企業東部トップツアーズ株式会社様、協賛企業株式会社アイ広告社様イース、株式会社オールテック様、カルビー株式会社様じゃがりこ、テックウィンド株式会社様 AK レーシング、日本コカ・コーラ株式会社様ファンタ、ハウスウェルネスフーズ株式会社様メガシャキ、ロート製薬株式会社様ロート G。 今回も多くの企業様にご協賛をいただいております。この場をお借りして御礼申し上げます。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは本日今年のグランプリの頂点が決まります。バトルに参りましょう。引き続き柴田さんお願いします。はい、それでは参ります。皆さん盛り上がる準備はできてますか。さあ参りましょうか。皆さんで選手への声援よろしくお願いします。いきます、モンストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップ準決勝スタートです。さあ昨日の1回戦を勝ち上がった4チームによるバトルになります。決勝に進出するのはどのチームになるんでしょうか。会場でご覧の皆さんはぜひ熱い声援をよろしくお願いします。そしてライブ配信をご覧の皆さんもチャット欄で盛り上がっていきましょう。それでは準決勝第1試合の両チームを紹介していきます。まずはこのチーム。ストイックアルファ、メンバー ST レイリー、荒木、ヨシ、マックン、以上の4人です。対するはこちらのチーム。はじけた泡、メンバーはフミスケ、コバパッド、カズ、ベイちゃん、以上の4人です。さあいよいよ準決勝、残すところあと4チームという戦い、両チーム対戦の準備に入ってください。熱いバトルを期待していきましょう。そして予選大会同様、バトルラウンドの各試合を対象に勝敗予想キャンペーンを開催していきます。各試合ごとに勝利チームを当てた方の中から各試合1名様、合計3名様に選べるペイ5000円分をプレゼントいたします。こちらは各試合ごとにゴールド、プラチナ、どちらが勝つかを予想してチャットのリンクから X にポストすることでご参加いただけます。当選者にはモンストイベント公式 X のアカウントから DM をお送りいたしますので、モンストイベント公式 X のフォローも忘れずによろしくお願いいたします。そして各試合前に運営から投稿されるチャットのリンクから皆様ご参加ください。さあでは早速今日のオープニングマッチ準決勝第1試合ゲーム1に参りましょう。なお予選大会同様、
準決勝で対戦に使用するキャラクターについては事前にキャラクターピックを済ませた上で対戦を行っていきます。そのゲーム1使用ステージ、こちらです。水中の彫刻名称となります。ではこちらのステージ攻略ポイントをご紹介していきましょう。ご覧ください。はい、こちらのステージですが、昨日も説明して同じことは聞きたくないかもしれません。ちょっと変えていきますね。まあ、基本的にはパワーバトンの所持で、攻撃力アップおよび友情コンボを強化して雑魚を確実に倒してボスを沈めるという形になってます。タイムアタックラウンドの振り返りからいきますと、最短手は8手狙いがありました。ただ、結構な数のチームが10手および11手を狙っていたというのが、決勝大会の、状況になっております。個人的には8手が見たいな、もしくはスコーンとはめて倒す気持ちいいシーンが見れたらなと思っております。昨日は結構友情パ採用してるチーム多かったですよね。そうですね、やっぱ安定するので、あのトータルのクリアタイムが、まあ、そういうところに、なんだろう、そういうところがいいのかなという答えになっているのかなと思います。いや、この攻略ポイントについてね、ぜひとも注目していただきながら、皆さん、対戦楽しみにしていただければと思います。まあ、非常に難しいステージではありますよね。そうですね、なんなら歴代最高難易度と言っても過言ではないのかなと思います。いや、間違いないと思います、はい、本当に。さあ、では間もなく第一ゲームが始まってまいります。この試合の勝敗予想キャンペーンの投票はここで締め切らせていただきます。では両チームの編成を見ていきましょう。こちらです。さあ、水のステージ、互いに出揃ったキャラクター、どうでしょう、ピオマラさん、フーヤさん、印象などいかがでしょうか。ストイックアルファの方は昨日と変わってないかな、形は貫通4ですね。そうですね、友情パーですね。まあ、昨日と同じ立ち回りで友情で早抜けしてくるんじゃないかなと思います。多分ちょっとあれですよね、あの TA 多分失敗しちゃってたんですよね、きっと。あ、まあそうですね。プラチナの方は、そうですね、プラチナ側は、弾けたは TA で確か8手を狙いに行ってたと思うんですけど、おそらくあのこのピックの兼ね合いもろもろで多分8にはいけないぞという判断で、八重で決めるなら11手になってくるのかなと。たおそらくストイカラファは、理想手10手だと僕は思ってるんですけど、うんって言ってくれたらありがたいなので、10手対11手になるので、理論値で言うとストイカラファがやや有利かなと思います。はい、どんな戦いになるんでしょうか。戦い前に選手たちは声を掛け合って士気を高めています。さあ、それでは皆さん、今日のオープニングマッチがスタートしてまいります。昨日同様、一緒にカウントダウンをお願いします。それでは参りましょう。5、4、3、2、1、スタート。さあ、頑張れ。さあ、10年目のモンストグランプリチャンピオンに輝くための最初の戦い、準決勝第1試合第1ゲーム。画面左側ストイックアルファ、画面右側はじけたは2016年から参加している選手も多くいるというこの2チームによる戦いになりました。さあ、先に打ち出したのははじけたは、ここ多分2手使うんですね。ストイックアルファは1手で抜けてきましたね。さあ、上々の滑り出しの両チーム、まずは優勢という表示になっているのはストイックアルファです。ストイックアルファはガンガン抜けていきますね。そうですね、パーフェクトのマス表示、安定感抜群。さあ、八重は縦で寄って、これ配置じゃないですかね。そうですね、打つのが早い。あっという間に打ち出していきますね、本当に。ザクを処理していきます。しっかりバトン渡していって、ザク処理完了というところですね。昨日も弾けた輪としては、昨日はなかなか決めきれないシーンがあったということで、そこを修正して今日に臨んでいます。優勢のまま進んでいく。昨日はここのステージ、はい、するチームが多かったですけど、そうですね、また一段階集中力というのも上がっているかもしれません。またここを越えていく。すごい強いぞ。ここの反射印処理本当難しいですよね。反射印処理をしていきます。うまいですね。友情コンボを、ゆっくりめに出すことで弱点が出現したカッパに友情を当てて、抜けていくって形ですかね。
狙いをしっかりと持ってプレイしています。さあこれ反射イン右上残ったの大丈夫か、橋桁は、はい、右上に反射イン1体、一方優勢のままストイックからはバトル6、友情でもなかなか突破はできないというこの反射イン。さあもうストイックの方は母船してます、はい、仕上げに入っているというストイックアルファです。はじけたは八重で終われないのでもう一周かかっちゃいますね、はい、その間にストイックアルファが逃げ切ることができるでしょうか。並んで押していく。さあ、いやロボット1体残っちゃったね。そうですね、反射に左側1体残るということになりました。これによる影響があるのかどうか。さあストライクショット、セカンド荒木確実にロボを処理していきます。はい、そして弱点出現。さあボスインしましたよ、はじけたは。ただもう弱点が出ているのでストイックアルファ大きくリードしてますね。弱点も触りながら、まあ、ガブリエルの殴りが強い、半分以上、3分の2ほど削ったでしょうか。そしてアンカーマスノネ、バックこれは許してくれないんじゃないかな。削り切りました。まずは安定感を持ってストイックアルファが1勝、決勝に向けてあと1つとしました。さあ1つ、まずここで肩の荷が下りたかもしれません。ストイックアルファクリアタイムは2分34秒051というタイムでした。いや難しいステージですね。そうですね、うん、ただそんな中でもストイックアルファは安定感を見せましたね。そうですね、昨日のタイムアタック1位が2分25秒だったと思うんですけど、それに迫るタイプでタイムで、なおかつ貫通キャラ4体なのでいろんな、トラブルに対応できるリカバリーの効いた編成になってるなと思いましたね、うん、そうですね、上振れはないけど安定はしますよね。あ、そうですそうです、うん、まず本当に今日最初ですし、まあ、落ち着いて入っていこうという狙いももしかしたらあったかもしれませんね。そうですね、普通なら結構1日経っちゃうと緊張するとか、うん、うまいことできないとかあるんですけど、まあ、両チームとも結構落ち着いてプレーはできていましたね、はい、そうですね。さあゲーム1が終わりました。続いて準決勝の第1試合ゲーム2に参ります。使用ステージ見ていきましょう。こちらです。うん、刑事の花嫁助頭となります。では攻略ポイント紹介していただきましょう。こちらご覧ください。はい、カウントブーストウォールを使って敵に攻撃を与えていくステージとなります。まあ、僕とピオマルさんは BO3 の3試合目にこのステージ来ると本当嫌ですよね。嫌ですね。でヤクモが、一応地方予選では一強と言われてましたけど、結構この決勝大会で変わってきてますね。そうですね、今多分最速は12ヤクモかなと。多分決勝大会13手使用するチームが多かったんで、そうですね、今日はどんな編成で来るのか楽しみです。うん、さあではですね、対戦の準備ができているようですので両チームの編成も見ていきましょう。どんなキャラで来るのかというところ。おっと、さあおっとという声どうでしょうか。おっと、これ、ストイック先行でしたよね。そうっすよね、ストイックアルファがタイムアタックに、弾けた青がタイムアタック5位なんですけど、ヤクモを弾けた青が持ってるんですね、はい、ああヤクモなんかいらねえぞと。いや、おー、手振ってる。あ、いらないいらない、レリーさんいらないいらないと。あ、そうなんですね。逆にこれは弾けた青としては、おそらく想定外なはずです、うん、ヤクモもらえると思ってなかった。いや、まあ確かにちょっと嬉しいなと。で、なぜかわからないですけどフィニッシャーで、強いラプラスアルファも持ってるんですよ。いいのかな、こんな贅沢ビッグしちゃってって気持ちになってるかもしれないですが、狙いが読み切れないですが、これは試合の見てのお楽しみとなると思います。でも弾けた青の方は多分前日、高校のピックで練習してたと思うんで、あ、やりづらいですよね。そう、ヤクモどうなんだろうっていう、使うつもりなかったからってことですね。なるほど、そういった駆け引きもあるかもしれないということですね、うん、楽しみですね。これはベヒーモスもね、まあ、ベヒーモスいますね。マスコットですね。そうですね、セカンドリベリオンのマスコット、あ、失礼しました、ストイックアルファ。そう、ストイックアルファの、はい、ということになります。お株を奪いに来たんじゃないですか。そうですね。そうですよね、そうですね。では見ていきましょうか、うん、皆さんこの試合、ここで決着がつくかもしれません。いよいよゲームスタートとなります。それではこの試合も一緒にカウントダウンをお願いします。参りましょう。5、4、3、2、1、スタート。さあ頑張れ。さあストイックアルファがあと1勝というところ取れれば決勝進出です。弾けた泡はイーブンに戻さなければいけません。まず最初初手です。
まあ、手数だけでいったら弾けたの方が早いので、さあ抜けてきた、抜けてきたけど倒してるのでまだなんとかなると思います。まだ問題ないですね。挟まっていきます。そして3人目ヨシ選手も挟まっていきました。ストイック打ち出し早いな。これガベインの停止位置を仮にヒット数などで判断してるならもう分からないと思います。さあ4ミスったっすね。あでも徳川は全部処理できてるんで問題ないかな。いや問題ない。モンストがうまい、はい、入ってきました。表示が出ています。バトル3へと進んでいます。さあここ注目ですよ。ここ落とした方が勝つと言っても過言ではないです。いやこのランスロットこれ難しいですよ。さあランスロット、いやそうだよな。なかなかガーバーが倒していく。素晴らしい。ユタワが倒していきました。後半戦ですバトル4。いや今の画面難しいんですよね。よく決めましたね。うまい。さあ時間を使ってヤクモも配置バッチリ。ヤクモ画面右上ベイちゃん配置していきました。ガベインめっちゃ位置いいぞ。11手目いけるんじゃないか。さあこう落としたいぞ。ウゴサスラ大丈夫か。問題なし。いやウゴサスラリード秘密系2016年からこの大会に出続けるベテラン。そしてパッと出ていく。サード数です。さあこの画面の SS 本当に難しいんですよ。ストイックアルファちょっと苦しいけどここ諦めないでいってほしいですね。そうですね。さあストレッチショット。さあ右下から一周くるっと回る。うますぎる。このルートをたどっていきました。さあヤクモが控えてるぞ。さあ今シーズンから加入している初のバトルラウンドを戦っているベイちゃん。さあ拍手を。さあリズムに乗っていく。もう残るのか。そこ残っちゃった。決めきれないか。さあストイックをまだ諦めずに、まだワンチャンあるかもしれない、ね、このステージダウンがあるんで。そうです。これ弱点出てないので急いで弱点を出して攻撃しないとやられてしまうパターンが。攻撃がめちゃめちゃ痛いんでまだワンチャンある。でもラップからガールに許してくれないか。ここで決めていきました。さあイーブンとしました。弾けたはギリギリのところで踏みとどまります。バトルの行方は BO3、 3本目へともつれ込みました。さあ弾けた泡のクリアタイム2分22秒866というタイムでした。さあちょっとこうヤクモではね決めきれませんでしたが、いかがだったでしょうか。そうですね、ストイックアルファの方が割と、早い段階でトラブルがあったので、うん、弾けた泡としては、まあ、ヤクモ決めに行こうよというところだったんですけど、3手目を打った際にルート上にキャラクターがいたので、多分7手目がどう打とうって多分非常に難しい状況だったんですけど、カズ選手バッチリ決めたんで、さすがだなというところかなと思います。そうですね、あれで流れもね掴んだかなという感じがしましたね、はい、さあでは続いてが準決勝第1試合のラストのゲームになります。ゲーム3、使用ステージはこちらです。猛攻の最強少女という形になります、うん、では攻略ポイントを見ていきましょう。こちらご覧ください。はい、こちらのステージはレーザージェネレーターを使って、ボスを削っていくというのが主流だったんですけども、はい、まあ、昨日から猛威を振るい始めた武装役も、もうレーザーいらない殴らせろという編成が流行っていますけど、まあ、今日もまた見れるのか。ただ、純粋に、サタンを使った編成がやはりヤクモより速いぞというのしか見られるのか、そこが注目点かなと思います、うん、でも昨日に関しては高校が全部勝ってますよね。そうですね、貫通編成だとどうしても1手目初手が難しいんですよね、うん、そこに捕まってしまうチームが多数ありましたね。さあ今日もヤクモは勝利の女神になるのか楽しみですね、はい、強すぎるヤクモ、どこでも強い、うん、そうですね、本当にねヤクモというキャラ非常にパワフルなところがあります。またどちらのチームに編成されているのかというところ一つ注目ポイントになってくるでしょう。さあそれではですね、その編成見ていきましょうか。こちらです。そのヤクモがいるぞ。いるんだやっぱり。ヤクモがおるぞ。サタンとヤクモからスタートするという両チーム、お互い9手フィニッシュ想定してますね。これはそうですね、ストイックアルファの方は、6手目でボスインして7手目で、敵を倒して8、9でボスを殴って沈めようだと思います、うん、で
弾けたの方は、とにかく薬毛を貯めたいで、1段階目は苦しい、2段階目貯まったらもうあの Q に間に合っちゃえば、サタンより早い可能性はあるのではないですかね。ごめんなさい、僕 Q をそこ、ま、薬毛 Q をそこまで知り尽くしてるわけではないので、あれですか。 Q の薬毛は相場貯まるっすね。じゃあ、互角ぐらいにはなるのか、はたまたちょっとストイックアルファが理論値的に早いのかっていうところになるんですかね。あとはもう打ち出しの差になってくるかなと思います、はい、僅差での決着になるんでしょうか。ここまで1対1、勝った方が決勝です。それでは準決勝第1試合もいよいよ最終決戦、皆さん一緒にカウントダウンで始めていきましょう。それでは参ります。5、4、3、2、1、スタート。さあ頑張れ。どちらが勝っても初の決勝、その切符をつかむのは弾けた泡かストイックアルファか。さあまず初手落ち着いてほしいですね。勝負を決めると言っても過言ではないこの初手、一番緊張しますね。アイスティーデイリー文助、なかなかこのスタジオの経験者、初手まずレーザーでパーフェクト。さあ追ったが行きます。素敵ですね。さあひとまずというところですね。まず最初抜けていきました。そしてさあ大電打の位置ちょっと嫌だな。どうだろう、決めこれ右側に寄ればいるほど3手目が難しいんですね。ああ残ったんですねここ、はい、となるとストイックアルファがまずは一つしっかり決めて、おビリー残ったぞ。残った。こうすると立ち回りが変わってくるぞ。さあここでまたお互いに弾けたはまだワンチャン当たります。うまいぞこれ。2本、3本は苦しいです。2本当たりますね。まだまだ残ってはいますが、比較的ダメージを与えていきます。そしてステイクカルパは ST レイリーリードに戻ってます。うまいぞ。役もこれ4本当たるんじゃないですか。もう役も止まりましたね。さあ役もで早く沈めたい。さああとはもう役もに回すだけと。うまいっすね、ストイクアルファ今の。まだ分からない、バトル5に進んでいるのは。さあここのステージ決まっていく。さあ叩いていった。さあバトル6進んでいるストイクアルファです。泡もうまい。泡ここ役もに回すためにここ1点で抜けたらワンチャンあるぞ。話変わるぞ。どうでしょうか。ちょっと苦しいかも。あったかも。手では抜けられない。そして無情にも役もに回ってくる。ストイックアルファの方もまだ雑魚処理が済んでないので、はい、その差24秒という表示にはなっていますが、どうだろう、繰り返せるかどうか。かかるかな。これは役ももう一回回ってくるか。どうでしょうか。お互いにセカンドラッキーを2本当ててダメージ多いのはストイックアルファ。 いいダメージですね。ラッキーでいきました。レーザー出ていく。回したい。そしてオーデンタ、よし回したい。さあオーデンタリーダーが足りるか。与えるだ。まだ足りない。残ります。そしてアンカーのワックン、これは許してくれないんじゃないですかね。倒して右手が上がっている。わずかに届きました。ストイックアルファなんとか勝ち切った。決勝進出。町会議から始まった今年のグランプリ幕張発南船橋着、いよいよ決勝戦有終の美を飾れるかどうか。この後決勝に臨みます。さあ2分21秒872というクリアタイムでした。ストイックアルファです。さあこの試合第3ゲームいかがだったでしょう。そうですね、2フロアですね、2フロアのダイナのヒットポイントの残り量が、弾けたの方がちょっと失敗しちゃったので2手目を、うん、なのでそこを削るのが一番の鬼門なんですけど、うん、ストイックアルファの方は残ったというのもミリなので、まあそうです、実質問題ないみたいなところがあったので、うん、あそこの2フロアがちょっと勝負を決めたのかなと思いますね、はい、非常に見応えのある戦いでした。はい、ありがとうございました。さあ両チームのインタビューの準備が整ったようですのでお話伺ってまいりましょう。まずは弾けた泡のリーダーカズ選手、いかがでしたでしょうか。はい、応援ありがとうございました。まあしょうもないミスで最後終わっちゃったんですけど、まあ、ストイックアルファさんに負けるならまあしょうがないのかなっていうところで、ストイックアルファさんはもう最後優勝してほしいなっていうふうに思います。対戦もありがとうございました。は
はい、思いを託してというところでありがとうございます。さあそして見事決勝の地に足を進めたストイックアルファのリーダー吉選手、いかがでしたか？はい、まずは、弾けた阿波さん対戦ありがとうございました。弾けた阿波さんとは結構、交流とか、練習試合とか結構してた中で結構一緒に高め合っていた、チームでもあります。で、うん、でそのチームと結構こういう大舞台で戦えるっていうことですごい、うん、すごい興奮しました。はい、はい、この勢いのまま、決勝戦も勝って優勝したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは素晴らしい戦いを繰り広げてくれたこの両チームに大きな拍手をお願いします。さあでは改めて今の試合を振り返ってまいりましょう。解説のお二人いかがでしたか？そうですね、まあ、お互いミスが出た状況でもめちゃめちゃ落ち着いてたんで、やっぱ決勝のファイナリストにふさわしいプレーしてくれたなって思います。龍丸さんどう思いました？そうですね、結構決勝大会って、BO3 の2戦で終わってしまうってことが多いんですよ。それってやっぱりこの緊張感の中で、1本取られた状態でもう1本するっていうのがやはり重い。ただ今年は BO3 に行く試合が結構あるので、1試合負けた重みを選手があまり気にしてないというか、メンタルが強いのか。いや、みんなメンタルマジで強いですよ ね、 そこで、まあもう1本取ればいいやって気持ちでやれてるので、うん、やはり試合一つ一つのレベルがすごく高いですね。うん、それもね、選手たちのこの努力の結果が出てるんじゃないかなというところでございますが、さあトーナメント表が出たようですので見ていきましょう。さあ続く、決勝に向かったのはストイックアルファとなりましたが、この対する阿弥陀リベリオンどちらになるのかというところ、次の対戦に参りましょう。柴田さんお願いします。はい、それでは続きまして準決勝第2試合が始まってまいります。決勝で待つストイックアルファと戦うのはどちらのチームになるんでしょうか。準決勝第2試合、両チームを紹介してまいります。まずはこのチーム。アミダ。メンバーはケビン、コウシ、ノク、ナナカ、以上の4人です。対するはこちらのチーム。リベリオン。メンバーヨダン、ナベ、ウーさん、ユーナンバーワン、以上の4人です。さあでは準決勝第2試合、両チーム対戦準備に入ります。それでは準決勝第2試合、その最初に、戦われるゲーム1に参ります。使用ステージ見ていきましょう。こちらです。さあこの、先ほどね、準決勝第1試合同様ですね、主要ステージ最初は水州の彫刻名称となります。まあ、非常にまたここもどんな展開になるのか予想されます、予想しづらいようなね、ステージになりますが、阿弥陀、リベリオン、この2チームについては、解説のお二人いかがですか、印象。そうですね、まあ、阿弥陀も、リベリオンもある種ジャイアントキリング的なこれで称号を得たのかなと思いつつ、ただ、経験値でいうと阿弥陀が一枚上手、ただ勢いでいうと昨日のを持っていればリベリオンの勢いは今この決勝大会進出チームの中では今トップクラスの位置にいるのかなと思うので。そうですね、はい、若くて元気もありますから。そうですね、そこをバチバチっとそこがぶつかり合うのは非常に面白い試合になりそうですね。非常に若さもありますが、冷静で自分たちを分析する力、そして情報収集能力にも長けているのがリベリオンということになります。一方阿弥陀に関しましては去年、その昨日の1回戦ではディフェンディングチャンピオンを倒しました。そして今回今日残っている4チームの中では唯一ね、去年の決勝大会も経験しているというチームになります。リーダーケビン選手は4回目の
決勝大会出場、2018年にはアラブルズでこの決勝大会準優勝も経験しているということで、2018年以来の決勝進出、そして優勝を狙うということになります。リベリオンは皆さんの、ね、中央に、ね、トロフィーありますけれども、そこに最初に刻印されている GV のロゴ、この大会の時にですね、リーダーの鍋選手、現在高校3年生ではありますが、当時中学校で、中学3年生でこの大会を見てですね、いつかここ立ってみたいなというふうに思って、一人で始まったこのモンストグランプリ挑戦の道だったそうです。最初は見よう見まねでプロチームのね真似をしていたんですが、そこからたどり着いたこの準決勝、史上初の高校生リーダーで準決勝進出という快挙を果たしています。さあ、そんな対決になったこの2チームによる戦い、さあまずですね、勝敗予想キャンペーンについてはここで締め切らせていただきます。たくさんとご用ありがとうございました。そして対戦の準備できたようですので、両チームの編成見ていきましょう。このようになりました。さあ、最初は水というところで、画面左側アミダ、画面右側がリベリオン、シュリ、ガブリエルスタートという両チームです。そうですね、アミダの方は、まあ、ナスの良い1アルファを使った10手、昨日と同様に狙ってくるんじゃないかなと思います。対するプラチナチームは八重の11手だと思うんですけど、まあ、お互いキャラクターを比べた時に、どちらもそこそこのキャラパワー及び共有上を、しっかり抑えているので、うん、まあ、どこかでミスが起きて乱戦になったことも考えてのピックになっててレベルが高いのかなと思います、うん、またウォッカがいますね。ウォッカいますね。そうですね、ネオもいますね。そうですね、ネオが登場しているなというのが、画面左側アミダのアンカー七笠選手ということになります、うん、SS 強いですね、ネオ。そうですね、活躍をしてくれるんでしょうか。さあ、ではこの準決勝第2試合第1ゲームもいよいよスタートということになります。それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。一緒にカウントダウンをお願いします。参りましょう。5、4、3、2、1、スタート。さあ頑張れ。素晴らしい声援ありがとうございます。さあ、2年連続の出場となるアミダか、若き力か、リベリオン。さあ、初手になります。さあ、グッジョブの嵐からの初手ですよ。はい、指示が非常に高まっている。まずは一手でリベリオン、昨日打ち出しの速さ凄まじいものがありましたが、今日はどうでしょうか。この後結構ここ一手抜けと二手抜けで割れますね。そうですね、チームによってどういった選択がするのかというところを選んできています。さあ、ガブエルのリレーションカッターで抜けていくと、さあリベリオンはバトル3へと進んでいきます。ここザコ処理していきました、アミダ。さあ、ここでもうすでに八重は配置開始してますよ。はい、アミダの方も与一はずっと右へに置いてますね。ウォッカでバトンをもらって直していくと、うん。さあ、ネオからケビン選手、シュリ戻ってきて、さあ削っていく、友情が強い。はい、ここ抜けたいけど大丈夫か。抜けましたね。戻っていきます。さあ、リベリオンも安定感増しています。さあ、ここはヨイチ SS ですね。さあ、ナスのユイチ、アルファストライクショット戻ってくる右上。さあ、でもここストライクショットの演出分ちょっと時間使っちゃうんですよね。はい、でもこれでも意地でもヨイチは右上にいたいと。そうですね、あ、うまい、うまっ。さあ、リベリオンは縦間で下に戻ってくると、左で下にリベリオン配置していきました。そしてアンカー U ナンバーワン、ラコも処理をしていいずらしが順調ですよ。これ2人足りるんだ。完全に出るでしょうか。まだこの大会では完全ってあまり見ていない気がするんですが、アミダすごいスタジアムっぽい立ち回りしてますね。ここアミダこれも抜けるだけですね、うん、うまい。あ、ここを行って抜けていく。ヨイチが待ってるぞ。さあ、ヨイチこれギャン行けるのか。ただあっと、これバトンをもらってない八重が。さあ、どうだ、メリオンあるか、欲しいかもしれません。ここで決めてくるのか、アミダ。さあ、決めていきました。さあ、アミダ選手まず一勝を果たしました。いや、大会の途中
成長を続ける亜美だという感じがします。タイム気になるところです。2分6秒342。早いですね。素晴らしいタイムで初めての完全って見れました。そうですね、駆け抜けました。いやこれが俺たちの水中だと言わんばかりの。いや本当に良かったですね、はい、ベテランの力見せつけていったなという感じがします。さあ阿弥陀最初に勝って迎えるゲーム2に参りましょうか。使用ステージ見ていきます。こちらです。さあ共演の巨人王火となります。攻略ポイントご紹介していきましょう。こちらをご覧ください。さあ共演の巨人王、はい、このステージは HP が多ければ多いほど攻撃力がアップするという仕様になっております。で基本的に回復する手段としては、まあ、天使の回復の爆弾を利用して回復する流れとなっています。昨日だ と、ストイックがマサムネの10手をやっていたり、であとはラビシア、カイガー、カッパですね、カッパの大逆転をしてたりと、ここのステージは本当にやってる側は嫌ですけど見てる側は本当に楽しいクエストですよね。そうですね。フィニッシュの形もいろいろあるので各チームの個性が出るところもまた一つ面白いところかなと思います。リベリオンは昨日、ね、このステージをやっていないので、初出しですか。そうですよ。なのでかなり仕上げてきているこのリベリオンがどういった立ち回りをするのかっていうのもちょっと楽しみですね。予選だとヤクも結構人気でしたけど決勝大会出てこないですね。そうですね、今のところ出てきてないですね。そうですね、おそらく、はい、ちょっとこの後の、ね、うんうん、編成で見られるかどうか。そうですね、そうですね。リベリオンは予選でも火のステージでヤクも、で決めてるので、はい、はい、決勝でどう変えてきたか。そうですね、そうですね、ピック、どうなっているのかというところになります。さあでは準備整ったようですのでそのキャラクター見ていきましょうか。編成画面です。ヤクモがいる、はい、リベリオン変えてきてないですね。あと気になるところなどいかがですか。とアミダの方はこれはなんだこれはですね、駆け抜けですかね、これ、おそらくですよ、おそらくの範疇になっちゃうんですけど、うん、昨日見た、政宗十手は、うん、エボルブギガーマーカスタムと風神雷神が欲しいですよね、うんうん、まずそれを多分潰しに行ったのかなと。分かんないです、ピックの順番が分からないので、想像の域ですけど。で政宗がいると相手カッパという選択を取れるんですよ。それもさせてないんですよ。とことん早い編成を潰しに行って自分たちは真っ向から戦いに行こう、まあ、この4体で立ち回りすごいのがあるならびっくりなんですけど今のところ想像つかないです。対するプラチナチームはヤクモの12手を狙いつつ総比を抑えて総比フィニッシュも許さないよっていう形を取ったのかなと思います。阿弥陀のモンスト力があれば駆け抜けでもめちゃめちゃ速そうですね。そうですね、手数がどれくらいを狙ってるかちょっと見てみないとわからないんですけど、はい、楽しみですね、はい、行きましょうか。さあいよいよゲーム2もスタートになります。皆さん一緒にカウントダウンをお願いします。参りましょう。5、4、3、2、1スタート。さあ頑張れ。さあ気合を入れてアラブルフィズから続くグッジョブの嵐アミダ、そして若き力からイーブンに戻していくかリベリオン。打ち出しの速さにも注目。まずリードケビン魚卵打ち出していきます。あっという間に間にはまったリベリオン。アミダは初手結構慎重に打ちましたね。そうですね、駆け抜けだとパッパパッパ打っていくイメージなんですけど、はい、レジ位置にこだわりがあるのかもしれないですね。リベリオンの方がここ打ち出しの速さで少し差をつけているようにも見えます。その差2秒、打ち出しの差です。おっとジェラ、あ左に飛んだのか。飛びましたね。ちょっと気になるところではありますね。気になると。さあ4手目ヤクモです、大事ですね。絶対決めた4手目、時間使って大丈夫です。決めました。決めて、お互いにお互い完璧ですね。さあこれヨダン選手ダリアの停止位置が見づらいんでこの固定面難しいぞ。さあ画面右側リベリオン打つの早いな。早い、いやー全部捉えていった。完璧ですね。まだ阿弥陀もさあ金さん戦いになります。後半戦バトル4 0.2秒差。この差がどうなるか。うまい。さあ
んここ難しい位置からのジェラルド、これウーサン選手試練ですよ。さあマッサムね、これは引っかかったりしないか大丈夫か、横の選手。さあうまい、うまい、これお互い残らない、残ったが、取ったのはアミダノク。さあ優勢に変わるアミダの勢いが止まらない。バック速で打ってますねアミダ。さあワンチャン、さあいよいよ終盤戦になります。さあここ早期で抜けないとリベリオン苦しいぞ。さあセカンドのそのリーダー鍋高校生、あこれ抜けられる、正宗で風雷がたまるんすね。2段階目アミダ風雷の2段階目強いのか。さあ来ました、いやうまい、反射での処理めちゃめちゃ難しいんですよね。さあリベリオン追いかけていくか、開幕でヤクモが打てない。そうですね、いやヤクモは開幕じゃない方がいい。そうですね、打つとさあボーグダウンしてないので封じる大変と。さあヒットポイントの多い状態での2段階目施設、強そうだぞ。ストラッグショット風神雷神、おっとおっとおっと、なかなかどうわちゃわちゃしていた。こうなると話が変わる、入らない、いや総比、総比が待ってる、いや天草があるぞ、どうだ間に合うか、急いリベリオン、どっちだどっちだ、逃げ切った逃げ切った、阿弥陀仮面左側逃げ切っていきました。日本練習で決勝進出はアミダ、リーダーケビンは2018年大会以来の決勝進出。いやアミダの作戦勝ちでしたね。いや風雷のあれを見たときはダメかと思いましたけどね。ギリギリのところ2秒差、経験というのが出たかもしれません。その差2秒、リベリオンも若さ勢い、これでこう掴みかかろうとしたんですが、あと一歩及びませんでした。ケビン選手の意地が出ましたねここで。そうですね、さあちょっとほっとしたね表情も見えておりますけれども、はい、ありがとうございます。いやこの後決勝戦が行われるわけですが、アミダとリベリオンの戦いというのも本当に見事なものがありました。最後わずかな差でしたね、2秒 1.9 秒、お互いいけるかと思ったのではないでしょうか。最後両者にチャンスがありました。メンバーのミスを全部ケビン選手が取り返しましたね。うん、よかったですね。リベリオンの総比の打ち出しも最後相当早かったんですけどね。そうですね、はい、さあいろいろな思いがあると思いますが、インタビューが整ったようですので伺ってまいりましょう。まずは、リベリオンのリーダー鍋選手、終えてみていかがでしたでしょうか。はい、阿弥陀さん大変ありがとうございました。本当に水も火もすごいお互い、まあ、理想定の試合みたいな感じですごい楽しかったです。まあ、本当はすごい決勝行ってストイックアルファとニコニコ超会議同士で戦いたかったんですけど、まあ、僕らが、まあ、少し、まあ、ちょっとすいません、大丈夫ですよ、言いたいこと言っちゃいましょう、頑張れ、うん頑張れ、昨夜しい思いもあると思います。たくさん頑張ってきた結果が今なんだと思います。ニコニコ超会議 なかなか思うようにいきませんでしたが、見事チャンピオンに輝きました。そしてただそれがあったからこそなかなかこう難しいところあったと思います。今日までの期間どんなものだったでしょうか。本当に辛い時もチームメンバーと一緒に2ヶ月半ぐらいずっとやってこれて本当に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ホストがつないだチームの絆、そして友情、素晴らしい戦いを見せてくれましたリベリオンの鍋選手でした。リベリオンの名はみんなの心に刻まれましたからね、ありがとうございます。さあそして見事勝利を収めましたアミダのケビン選手いかがでしたか。はい、まずは対戦ありがとうございました。そうですね、正直なんか昨日の時点でリベリオンさんめちゃくちゃ強いやんって正直舐めてました。今日もピックもかなり嫌な進行でさせられましたし、
本当に手強かったと思いました。で、町会議予選から2ヶ月半全力で走り抜けるって想像を絶して辛いんですけど、まあ、それやってきたんだろうなっていうのが分かったので、いや、勝てて嬉しいのとリスペクトが両方あります。で、決勝戦まで来たんでも安藤は優勝しか全く見てませんので、みんなで優勝しましょう。ありがとうございました。素晴らしい戦いをありがとうございました。大きな拍手でお送りください。いや、落ち着いていますね。ケビン選手の言葉にも重みがありました。去年の大会は関東予選を勝って決勝大会に進んだんですが、ふうやさん、そしてぴよまるさん、関東予選というのは一番最初だったんですよね、予選の中で。去年の大会でいうと、そこからグランプリまでの期間というのはすごく長かった。だからケビン選手はちょっと休みの期間も取ってしまったそうなんですよね、はいはいはい、それが影響して去年のグランプリは1回戦で敗退してしまったのかなという話もしていまして、だからその経験をしているからこそリベリオンというチームが一番最初に行われた予選のニコニコ町会議、はい、そこから、ゴールデンウィークでした。そこから今日の7月中旬、モンドリ、ここまでグランプリの決勝大会走り切ったっていうのは本当大変なことですよね。大変なことですよ。長ければ長いほどモチベーションの維持がすごい大変で、本当に何やってんだろうって気持ちになるんですよね。毎日10時間くらいスタジアムをして、で、負けた時のことを考えたら嫌になったりもして、でもそれでも勝ちたいから練習してっていうジレンマが、でもその期間がすごく楽しいんですけどね、僕は。そうですね、いや、本当に素晴らしいものを見せてくれました。改めてリーダー鍋選手、高校生、3年前に中学3年生の時に GV のグランプリ優勝の瞬間を見て、当時はなんとなくスタジオも知らなかったけれども、勝ったチームが当たるとオーブがもらえるぞと、いうのがあって、それになんとなくこう申し、だったらもらえるものはもらいたいなというので、ね、ちょっとツイッターで、ね、調べたら、GV というチームがどうやら強いらしいみたいなぐらいの気持ちで見たら、なんだこの熱い戦いはと見てね、応援してたんですよね、GV 頑張れ、オーブ50個って言ったら ね、 そ、 うですね、でそこで GV からオーブ50個という結果を得て、自分もここにいつか立ってみたいと思って、たった一人でスタジアムをダウンロードして、最初は立ち回りを GV の立ち回り、真似して始めたという感じらしいんですけれども、そこからどんどんに徐々に徐々にね、最初一人だったのが仲間が増え、そして去年は、惜しくも決勝大会に行けませんでしたが、今年決勝大会に進み、高校3年生にして初のリーダーとしてベスト4、これはピオマさん見事な成績残してくれましたよね。いや本当にもうそうですね、モンストスタジアムをやってる人と、まあ、この会場の中にいる人でリベリオンを弱いチームなんていう人はいない、ね、いませんよ。強いチームです、本当に強いチームになったと思います。しし、はい、さあそして、この決勝大会まで、決勝までに少々時間があるそうですので、プレイバックをですねちょっと選んでいただきまして、はい、はい、まあ、1、2本見ていきたいと思うんですけれども、はい、なんかこの試合見たいとかありますか。じゃあ僕は第1試合の2ゲーム目、木のステージ、お、先ほど、うん、第1試合の2本目ですね、ストリックアルファ対弾けた泡の第2ゲームと、はい、そうですね。じゃあちょっとこちらの準備をありがとうございます。真ん中さあこちらは選手の声が入っている状況となります。この選手がどんな掛け声をしているのかというところにも注目されている方いっぱいいますからね。でもこのストイックアルファの友情駆け抜け編成がとても良かったですね。割れるんですよね、どんどん進んでいくチームとしっかり配置していきたいチームに結構分かれますよね。ストイックアルファは一回も八重使ってないですよね。そうですね、タイムアタックもこの感じで見せるというかね、いらないのか割り切ってるのか、もう八重は必要ないと、安定感がやっぱりこっちの方が高いんじゃないですかね。八重は結構上振れ要素が多いですもんね。友情コンボの、バレットも結構ランダム要素の一部ではあるので、ちゃんとハマってフィニッシュができたら強いけどっていう、ハマって残っちゃうぐらいなら強い友情コンボと安定する貫通キャラでぐんぐん進んでいこうっていう選択を取ったんじゃないですか。実際タイムアタックでも決まってないので、
反射で決まったのは今日のアミダが、はい、いやそうですね、ですあ、まあ、ラビシャも決めてるんですけどあれはリソートではないので、まあまあまあ、なんかでもアミダらしいというかそしてストイックアルファらしいというか そうですね、そういった印象のねピックな、でもこういうモンスト要素が強いステージってやっぱメンバーの声かけめちゃめちゃ大事じゃないですか。すごい声出てるね。そうですね、めちゃくちゃ喋ってますね。画面だけしっかり見て、画面だけピオマルさんって結構試合中喋る人ですか？喋れますよ、あのみんなあんまり喋らないんで、まあ、あのみんなというのは進むんかの、あ、そうです、喋らなそうです、そうですね、ちょっとおとなしそうですね2019年優勝された時はどんな掛け声をしていたとか印象に残ることもありますか、ピオマルさんは。プロライセンスが目標だったので、はい、その後はもう何だろう、こうしろこうしろっていうか、もう好きに打てとか言ってはしゃいでました。あ、そうなんですね楽しくね、あの小雪を決めた瞬間どんな気持ちだったんですか。見たかっておい見たかってなりました俺らには小雪使わずに勝っといてさあここでストイックアルファの勝利と、いやでもやっぱり何度見てもちょっと難しいというか、いやそうですね、でもこれを安定させるストイックさすがだなと思います。そうですね、ストイックアルファあんまりその差がなくタイムアウトプランドとタイムのブレが全然ないんで、水のステージ差がないので多分これがもう最善というか、うん、そうですね、はい、さあもう少々時間があるようですので、はい、もう一本リプレイが見れるようなんですけれども、もしなんかこの試合が見たいとかあれば、はい、準決勝、アミダ対、リベロンですね、はい、のさっきの第2ゲームです、火のステージ、火のステージをお願いします。結構ねこの試合選手の声に注目する方が面白いかもしれないので、解説はちょっと少なめでいきたいと思います。オッケー、まあ喋ってますよね、もちろん。ユウさんこれマジで時間使っていい、あのユウさんの動以上に時間使っていいからしっかり判断して、力出してね、オッケー、手でいいね、オッケー、相手を押さ、相手を押さ、ヨナン選手がキレキレでしたね、この試合は。だいたい今この位置とかで次ここに打とうって5手目の判断をするんですけど、もうジェラルド重なっちゃってるんで、結構ヨナン選手は、あ、重なっちゃった、見えないとかなってたかもしれないです、うん、確かに阿弥陀側もジェラルド飛んでるねといったような声掛けがありましたね。で飛んでるのにあのめっちゃ速いんですよ打つの。全然問題ないよ、本当にここまでも 0.2 秒差、絶対編集早いから、うん、ゆっくり行こう、ゆっくり、前半戦本当に僅差で進行していきました。早く打てるってことはそれだけやっぱり練習してるんですよ、うん、粘度がやっぱりよくわかりますね。あ、ここの阿弥陀の正宗マジでうまいっすよ。本当だ、これマジやばいですね、反射数多いですね。しかも回復もしたいから右からの打ち出しを強要されてる中でのあのショットできるの、ノック選手バケモンっすよ。ボムを当てたいですからね。当てるか、当てる、うん、大丈夫、大丈夫、オッケー、オッケー、確実、確実、確実、さすがにきつかったけど、まあまあまあ、OK、 じゃあ次ソーヒー、多分ここの総比なんですけど、多分ヒットポイント満タンでも苦しいんじゃないですかね、そもそも仮に満タンだったとしても倒せるかがちょっと苦しかったので、この時点でソーヒーは結構足んないこと多いですからね。アミナに傾いているところであります、ね、さあこの辺から奈良香選手のショットがあるんで、そこのリアクション見たいですね。そうですね、聞きたいですね。天使とわちゃわちゃしてますからね。さあ、ね、ここからっすよ。なんか任せるこれ。そう言いますよね、やっぺごめん出ますよね、さすがに出ますわ。ただここから早いんですよ、矢印追いついてないですからね、ケビン選手のショット追いついてないですね。いやすごすぎるな、リーダー、そうですね、プレイングですね、頼れるリーダー。これは
見事でした。これはレベルが高いですね。いやちょっとケビン選手かっこよかったですね。今のね、ナナカ選手もだいぶありがとうと思ったんじゃないかなと思いますけれども、はい、ありがとうございます。以上プレイバックをご覧いただきました。さあではここで、今大会で各チームに贈られる賞品賞金並びに副賞をおさらいいたしましょう。柴田さんお願いします。はい、いよいよこの後決勝が行われるモンストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップ決勝大会、その優勝チームには賞金1500万円と優勝盾、そして準優勝チームには賞金500万円と準優勝盾、3位の2チームには賞金300万円と3位入賞盾、そしてベスト8の4チームには賞金100万円がそれぞれ贈られます。さあではこのまま副賞のご紹介です。優勝チームにはご覧の賞品が、続いて準優勝チームと3位の2チームにはご覧の賞品がそれぞれ贈られます。さらにこちら、決勝大会へ進出したチームのうち上位4チーム、今日に進んでいるチームに対して、今日の準決勝を戦っているチームに対してプロライセンスの発行を一般社団法人日本 e スポーツ連合 JES に推薦いたします。先ほどお伝えした通り、今大会ではベスト4に残ったチームのうち、ストイックアルファが全員分、そしてリベリオンも全員、さらに弾けた泡、コパパッド選手、ベイちゃん選手の2人、そしてアミダに関しましては講師選手、ノク選手、ナナカ選手の3人にプロライセンスの推薦が行われるということになります。その他の詳細については大会規約を皆様ご確認ください。はい、ありがとうございます。さあ皆さん、大変お待たせいたしました。いよいよ決勝です。ここまでグランプリを見守ってくださった皆さん、最高に熱く盛り上がっていきましょう。それでは柴田さんお願いします。はい、いよいよゴールデンウィークに幕を開けた今年のグランプリ、最初の舞台はニコニコ超会議でした。そこから夏になりもんどり、今日のグランプリ決勝大会を迎えていきます。それでは皆さん、盛り上がる準備できてますか？いよいよ最後ですよ。中央のトロフィーを掲げるのはどちらのチームになるんでしょうか？モンストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップファイナルです。2015年に始まったモンストグランプリ10年目のシーズン、今年のチャンピオンチームが決まります。会場でご覧の皆さん、改めてぜひ最後です、熱い声援をよろしくお願いします。そしてライブ配信をご覧の皆さん、チャット欄盛り上げてください、よろしくお願いします。いよいよその決勝戦を戦う両チームに登場していただきます。まずはこのチームです。ストイックアルファ、メンバーリード ST レイリー、セカンド荒木、サードヨシ、アンカーワックン、以上の4人が臨みます。対するはこちらのチームです。さあ入場してまいりました。アミダ、メンバーリードケビン、セカンド講師、サードノク、アンカーナナカ、以上の4人です。さあそれではいよいよ最後になります。両チームのリーダーからこのモンストグランプリ決勝大会決勝への意気込みを聞いていきましょう。まずはゴールドサイドストイックアルファリーダー吉選手、2016年以来の決勝大会、そしてその決勝2024年決勝、どんな思いで戦いますか？はい、今大会、このチームで決めたことが、4人で優勝してプロになるっていうことを決めました。
まあ、ここまで来たら絶対勝って、優勝するしかないんで、やったるな期待しております。全ての経験満を持して狙う優勝、今こそ経験の全てをぶつける時です。さあ対するプラチナサイドです。アミラリーダーケビン選手、2018年以来チームは変わりましたが、それ以来の決勝戦ということになります。いかがですか。はい、まあ、SNS とかでも2018年もう6年前からの仲間とかがメッセージをくれています。もう本当に本当のファンだと思ってます。でそういうのが多分それぞれにもあるので、そういう人たちのためにも絶対に優勝します。勝ちましょう。対戦よろしくお願いします。期待しております。昨日のタイムアタックラウンドでは8位から始まった今大会ですが、大会を通して成長を続けるアミダチャンピオンなるんでしょうか。さあそれではストイックアルファアミダの両チームの皆さん、対戦台へとご移動ください。中央のトロフィーを掲げるのはどちらのチームになるんでしょうか。そして新たにトロフィーにロゴが刻印されるのはストイックアルファかアミダか、運命の決勝戦この後です。会場から応援の声が、そうですね、配信でもきっと盛り上がっていることでしょう。長らくこのニコニコ超会議、そして東京、大阪、名古屋で行われた予選から見守ってきたモンストグランプリファンの皆さんも、そして今日初めて見た、そんなモンストファンの皆さんもですね、この熱さ伝わっているはずです。最後まで注目して見ていただければと思います。この決勝戦、決勝ゲーム1に参ります。このトロフィーを掲げるためにも大事な初戦になります。なおこの決勝のみキャラクターピックをステージで行ってまいります。これが見たかったんです。帰ってきましたね、俺たちのキャラピックが。そうですね、見たいんですよ。1年ぶりのキャラピック決勝大会、去年の決勝大会の決勝以来と、いうことになります。これが醍醐味ですよ。どんなキャラクターが選ばれるのか、ぜひ皆様ご注目ください。さあ決勝戦最初の使用ステージも見ていきましょう。こちらです。ケージの花嫁助頭になります。さあではそのピックシステム、こちら、これまではね裏で行われていたんですが、表で、行わせていただきます。対戦に使用するキャラクターを決めていただきます。タイムアタックラウンドの突破順位が高かったストイックアルファのリーダーヨシ選手は先行を選択したということになります。それでは参りましょうか。私もこの言葉言うの久しぶりではありますが、参ります。それでは両チームのキャラクターピックです。そこの BGM ですよね、これですよね。皆さんこの絵ですよ。選手も楽しそう。30秒以内に最初のキャラを決めていくということになります。正宗から来るんだ。さあやはりヤクモを取らない。木のステージは先行は相場ヤクモって決まってたんですけど、そうです。ストイックアルファピックも面白い。そうですね、これに対して正宗が選ばれたことによってヤクモがヤクモを取ることで仮に12手を狙わなくても、このとんでもないキャラパワーでいくらでもリカバリーが効くんですよね。なんか久々のピックなんで、これ30秒目いっぱい使いたいですよ。もう解説側もテンションがもうぐんぐん上がっております。ちょっと様子を見てくれてますけどね、選手たち。気使ってくれてる、いっぱい喋っていいよっていう感じがねしてますけれども。2キャラ目キリンジだ。キリンジ、キリンジだ。さあそしてストイックアルファのセカンドピックに移ってまいります。さあまあ、今のところヤクモ12手にはキリンジよりもガベインが選ばれてましたけどね。ラプラスアルファ、ラプラスアルファ、フィニッシャーですね。そうですね、 SS 打てば弱点強化、打たなくても強いと、ランスロット X、ランスロット X。 さあそしてアミダのサードピック、ここまでヤクモキリンジと出ていて、ヤマト、
ここまでヤマトが余ることなかなかないですよね。そうですね、もうカタログスペックとしては十分強いんで、割と早い段階で取られてもおかしくないかなと思います、ね、中ボスも落とせる。そうですね、ボスも倒せる、強いし、はい、何でもできる、まあ、唯一 SS を打つとあのシールドが壊れてしまう可能性があるというのが怖いことですかね。うんさあ出てきましたね、ベヒーモス。ベヒーモスマスコットが出てきました。そうですね、昨日のリベリオンもベヒーモスを編成してというところなので、ちょっと思いが乗ってるのかもしれません。多分ストイックはこの編成を一番練習してきたんでしょうね。さあプルケ、あプルケだ。さあキャラクターが出揃いました。それでは両チーム編成の準備をお願いいたします。さあキャラクター出揃いましたけれども、どうでしょう、この中で気になるキャラクターなど。そうです、ベヒーモスがやっぱり注目になるんですけど、はい、これあの普通に考えたらあのベヒーモスよりもっと強いキャラいるんじゃねえのって思うんですよ。それはガチャゲンのキャラクターとかもたくさん、まあ、もちろんこのゲームはあの全部のキャラ使えるんですけど、でその中でなぜベヒーモスを取ってるかっていうと、例えば特定のスピードとパワーですごく簡単になってるとか、まあ、絶対に取られないキャラを取ることでそれだけ練習しておけばいいよねっていう考え方ができるんで、そうですね、それは有利ですよね。僕もニコニコ超外機のあのパズル使ってたじゃないですか、昨日ステージで、はいはい、あれも絶対取られないだろうっていうので練習をそれだけに絞れるっていうので使ってたんで。なるほどですね。で対するアミダですけど、まあ、12手を仮に狙ってくるとしたら、いやこれ12いけますよ。いけます、ヤマトプルケキリンジ。あそうなんですね、すいません、うん、狙ってくるとしたら、12勝てれば決めるか、12決めれば勝てるじゃんって思いたいんですけど、そこでよぎるのが昨日のリベリオンの13手なんですよね、うん、って考えると、それを見ちゃうとストイックアルファの取ってるピックって限りなく近いので、とか同じかもしれないですので、うん、全然うかうかしてられないんですよね、阿弥陀川も。これ、ね、結構お互いハイスピーディーな、試合が見れるのかなと。そうですか、はい、でも阿弥陀の方はキャラパワーがすごい強いんで、はい、もしどこかでミスが発生した場合にでも、まあ、キリンジ以外誰でもボス落とせるスペックを持ってるん で、 そうですね、ストイックアルファ側でミスが発生した瞬間グッとアミダに、そうですね、たとえアミダが途中でミスをしたとしてもグッとアミダに、勝負が傾く、そんなピックにはなっていますね。ベヒーモスは4壁で挟まっても多分倒せないですからね。そんなにそんなになんですか。いや分かんないです、僕がベヒーモスをバカにしているだけかもしれないですけど。あそれも後で怒られますよ。でもキラーマスコットですからね。キラーがないからベヒーモス許してください。あはい、そうですね、昨日のリベリオンの昨日ステージは、はい、ラプラスアルファ、ベヒーモス、エマサムネ、ウポサスラアルファを使用してたんで、うん、ちょっとランスルーロー X が違うかなというところですけれども、うん、ただめちゃくちゃ早かったので、もしかしたら、まあそうですね、ありうるかもしれないと。この大会の集大成ですからね、はい、いよいよこの決勝でね一番素早い戦いっていうのをね、見せていただきたいなというふうに思いますね、はい、この1戦目を取ることで大きくまた選手たちの勢いが傾き出すので、はい、注目の1戦になるのかなと思います。改めて2019年の、決勝を戦ってピオマルさんはチャンピオンになっていますが、はい、この決勝が始まるこの直前、今まさにという瞬間の気持ちというのはどんなものがありますか。本当にゼロからあの優勝だけを考えてやってるチームなら結構すごい圧を感じると思うんですけど、うん、ただ今年は2チームともなんであんなこの舞台でニコ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 して楽しそうにしてるんですよ、はい、まあ、僕らも結構そっち寄りだったんですけど、なんでまあ緊張はないかなと。ただ絶対優勝したいっていうのをこう優勝する、俺たちは優勝しなきゃ意味がないんだっていうのを表に出すんじゃなくて、とことん楽しんであの優勝するんだっていうのがあるんで、なんかこう楽しそうでいいですよね。より楽しんだ方が勝利を収めるかもしれない、そんな決勝戦になりそうですね。改めてストイックアルファ、ゴールドサイドに、ね、座っていますけれども、ここまでなかなかこの決勝大会、そして中央そびえるトロフィーに縁がなかったということになります。リードのエスティレーレ選手も2016年からこの大会参加している。そして荒木選手、ふうやさんも、一緒に2022年の大会は早打ち 0.3 秒のメンバーとして大会に参加しましたが、荒木選手個人としては2018年から参加して2022年の東北で、早打ち 0.3 秒決勝戦、辛くも敗れると
惜しくも敗れるという展開がありました、そして吉選手は2016年の当時は当日予選というものもあったんですが、モンストグランプリの決勝大会、そうですね、懐かしいですね、参加してその時に決勝大会進んで以降の8年越しの決勝大会、そしてワックン選手も2018年以降、まあ、予選のバトルラウンドなどは経験したことがあるんですが、この決勝大会にはなかなか縁がなかった、その中で掴み取った決勝の切符、今まさにチャンピオンになってそしてプロとして活動していこうというのがストイックアルファです。さあ、ここで準備が整ったようです。この試合の勝敗予想キャンペーンの投票はここで締め切らせていただきます。皆さん投票ありがとうございました。ありがとうございました。それでは対戦の準備ができたようですので、チームの編成見ていきましょう。こちらです。あ、12手なんですね。12手ですね、やっぱり、はい、ということで12手、さらにはスピーディーな展開も予想される、打ち出しの速さというところにも注目という。そうですね、今思ったらストイックの方、はい、4体ゲージないっすね。お、ここでも短縮が。そうですね、ゲージないキャラを積むことで打ち出しはガンガン速くできるんで、またあのランスロット X が取れていることで、比較対象になってしまうのはリベロンですけど、ウボサスアルファよりも、扱いやすいキャラクターで火力も高いので、全体のキャラパワーとしても少し上がったかなと、うん、で対する、アミダはやっぱり12台なんですね。フウヤさん予想通りです。ただこれキリンジ難しそうですね。いや、キリンジの3、まあ、3はいいんですけど、7めちゃめちゃむずいですから。お、大丈夫大丈夫といったようなマイプが見えますけども、アミダの主役はノク選手かもしれないですね、うん、なるほど、ちょっと注目してまいりましょうか。さあ、はい、楽しみですね。さあ、いよいよ長らく戦ってきたこのモンストグランプリ、今年の大会も決勝戦ということになります。皆さん、この試合も一緒にカウントダウンをお願いします。それでは参りましょう。5、4、3、2、1、スタート。さあ、頑張れ。10年目の決勝モンストグランプリ、皆さん声援もお願いします。画面左側ストイックアルファ、画面右側アミダ、開幕です。早い。さあ、ギア上げてますね、やっぱり、ね、一手一手に全てを込める両チーム、うん、はい、ここの二反射難しいんですけどね。別に打ち出しの速さで若干ストイックの打ち出しが化け物すぎますね。そうですね。さあ、4手目も、あっ、あ、でも倒したので、はい、まだ耐えてます。アミダはバッチリですね。ここをさらに掴んでいくんでしょうか。その位置が気になるところではありますが、まあ、でもストイックの方8手目が厳しくなるのか、はい、そうですね。ただここアミダ試練ですよ、この7手目。いや、打ち出しが早いな。キリンジもノクボール、ポイントになったノク決めていきました。さあ、マサムネ処理したい、処理したいが、加速も使ってナイス、できました、マサムネ。さあ、役も時間を使って配置すると、さあ、ずれた位置からのラップは決めれるか。いや、難しいよな。さらの、入った、これが決勝進出チーム、お帰りショット。アミダは順当ですね、超えていきます。おー、ベヒーも足りる。さあ、ラストバトル6に突入しているストイックアルファ。おそらくプルケも問題なしですね。はい。さあ、セカンド。さあ、ここはサテカンド。これは一応した。さあ、ここのマサムネ、キリンジ、普段と同じ位置ではないけど。またサードのクレス、画面右がアミダ、ストライクショット。絶対に決めたい、キリンジ。足りる。さあ、ここ足りていく。足りています。ここヤクモ対ラップラスアルファですよ。いけるか、アンカーとストイック弱点下引きたい、リード下引き、弱点下引く、あ、7、そして ST レディ先に打った、両者同時のストライクショット、アミダが勝ち切る、ギリギリのところ抜けていきました。決勝戦第1ゲーム取ったのはアミダ、初優勝まであと1つ。
いや今のラプラスの SS は途中で友情コンボ拾っちゃったのが悪さしたかもしれないですね。まあ、あとはやっぱり知らない位置だった可能性もありますし、アミダがそこで落ち着いて、12手を決め切ったってところはやっぱり一枚上手だったかなと思います。ただストイカラファーの挽回もやはりすごかったですね。すごかったですね、はい、もう本当に最後までどっちが勝つかわからないといったような試合となりました、はい、クリアタイムは2分6秒ということでしたね、はい、さあクリアタイムを出て、そしてですね第2ゲームに移っていくということになります。アミダがリーチをかけて迎える第2ゲーム使用ステージ見ていきましょうか。こちらです。水中の彫刻名所、ここが第2ゲームに来るというのがね、なかなかなんともこれは、ここで来てほしくないと。アミダはさっき完璧決めてましたからね。そうですね、はい、立ち回りもめちゃめちゃ綺麗だったんですよ、スタジアムチックで、ここ1本取った状態での水のステージ、これアミダちょっと気楽ですよ、はい、さあではこの試合もピックシステムにて対戦に使用するキャラクターを決めていただきます。タイムアタックラウンドの突破順位は高かったストイックアルファ、タイムアタックラウンドは2位でした。先行を選択しているということになります。それでは見ていきましょう、両チームのキャラクターピックです。さあストイックアルファ、まあ、先行というところでこれを利用して優位を取っていきたいところです。先行は何を取るんですかね。一番大事なキャラ何なんですかね。マッサムネだ。友情コンボ強いですからね。さあ対するアミダのファーストピックになります。やいから道中の友情も強力かつフィニッシャーにもなりうるキャラですね。そしてアミダのセカンドピック、主に講師選手と良い位置だ。良い位置アルファ、まあ、フィニッシャーを良い位置にして、今のところストイックアルファに対する、邪魔ピックみたいなのはアミダは多分考えてないのかもしれないですね。ストイックアルファ反射いらないですからね、ここまでの試合だと、まあ、相手はもう友情を早抜けって分かってるからこその真っ向勝負、うん、真っ向勝負じゃないですかね。パーシーですね、コピーの、はい、コピーで、マサムネの友情を出そうかなというところですかね、うん、マサムネ、パーシーと来て、そしてサードピックになります。ジズマル、ジズマル、何かお互いやりたいことをやって堂々勝負しようといったような。そうですね、そうですね、真っ向勝負になりそうな感じがします。ここまでただ反射が多いとバトンの受け渡しが難しいので、なかなか立ち回り難易度がぐっと上がりますね、阿弥陀がおそらく一手ずれちゃうと本当に厳しくなりますよね。普通主、主さっきも中ボスで友情輝いてました。そうですね、友情コンボの強力なキャラクターですね。さあストイックアルファラストピックになります。好きだな、好きだな、ボブの子好きですね、はい、まあ SS も強いですからね。さあ対するアミダの最後です。もう七日選手は試合に臨むというような姿勢を見せています。3人に任せているでしょうか、まあ、先ほど最初からケビン選手、コウシ選手が顔を寄せて選んでいて、そこにノク選手が加わる形で最後はおっと、ダッキー、はい、ダッキーが最後に選ばれる。友情誘発もできますしね、いうことになりました。画面が乱れました、大変失礼いたしました。さあお互いのキャラクターが出揃ったということになります。大事なゲーム2水、はい、お二人いかがですか。ふやさん、これ古文語なんですけど、はい、ちょっとこのダンディーな感じがサードのヨシ選手にちょっと似てるんじゃないかなっていう私の意見なんですけど、どうですかね。古文語ですか。古文語、はい、いや、ヨシ選手パーシーの方が似てますよ。あ、そんな可愛い感じかなすいません、ちょっとおふざけが過ぎました。笑顔も、ね、見えてますが、ピックの中身を見ていくと、ストイックアルファは安定して自分たちのやりたいことを多分バッチリできる編成が取れたと思います。ただ、うん、各々のキャラの友情コンボの、演出が長いので、結構一手一手に時間がかかっちゃうかもしれないです。対するアミダは、反射キャラクター多めなので一発が出れば早い、ただ、道中難しそうっていう印象ですかね、うん、ストイッ
クアルファアミダ、まあ、アミダが勝てばここもう優勝がその瞬間決まるという大事なゲーム2になります。これまで改めてリーダーのケビン選手は、まあ、2018年に、アラブルズのリーダーとして準優勝、そこでプロの権利を獲得したと、まあ、そこからはモンストグランプリであったり、そしてプロツアー、プロリーグというところを長らく一線で経験、戦ってきました。その経験を存分に甲子選手、ノク選手、七日選手に還元しながら去年の決勝大会にも進出、そして今年も決勝大会進出、去年こそ、まあ、1回戦で決勝大会は涙を飲みましたが、今年はこのトロフィーまであと一歩というところに迫っています。2018年以来アラブルズで果たせなかったモンストグランプリ制覇に向けてあと一つ。それではゲーム2編成見ていきましょう。おっと、さあふやさん、おっとと、いやアミダ、はい、セカンドにヨイチ入れてたと思うんですけど、そうですね、ヤエに変わりましたね。ヨイチ10手を先ほど決めてたんですけど、ヤエに変えてるので、そうすると立ち回りがぐっと変わるかもしれないですね。そうですね。で対するストイックアルファは本当にいつも通り、いつも通り、なんか本当にやりたいことを やらせてもらえてるんで、自分たちは結構落ち着いてプレイできるんかな、うん、多分今まで一番練習してきたパーティーだと思うんで。そうですね、はい、楽しみですね。はい、はい、ここで決まるんでしょうか、それともストイックアルファが意地を見せるか、見ていきましょう。皆さん、この試合も準備よろしいでしょうか。いよいよゲームスタートとなります。一緒にカウントダウンをお願いします。参りましょう。5、4、3、2、1、スタート。さあ頑張れ。さあストイックアルファがこの8年悔しい思いをしてきた、去年も決勝大会行けなかった、今年の決勝大会で花を開かせられるか、イーブンに戻せるか、アミダはここで決めるのか。まず最初です。ユイチを拾っていく、拾っていく、ボスから落とすんだ。はい、多分タイムアタックと立ち回りが同じかな。あーなるほど、じゃあ9点を狙いに行くのかな。なるほど、あ、9でしたっけ。さあ、順当にお互い進んでるのではないでしょうか。ストイックアルファはもうここ勝つしかありません。斬撃で抜けていくんですね、バトン渡して。さあ、ストイックアルファこのまま逃げ切りたいところ、前半から集中力高まっている。さあ、反射に倒して突き進んでいきますね。この位置で突破ですかね、はい、ストイックは駆け抜けていきますね。リードケビン、ヤハミ戻ってきた、戻ってきてまいります。面白い、綺麗な動きを見せました、ナスの良い1アルファケビン。いや、ストイックも完璧ですね。処理がうまくいきましたね。入っていく。さあ、9手でアミダ沈めるにはここダッキで抜かないといけないですね。さあ、バトンを使って、さあまたポイントになります。サードの奥、さあ倒せない、こうすると9では閉まらないですね、おそらく。なるほど。さあ先にボスに入ったのはストイックアルファ、バトル6です。ストイックアルファの意地、粘り強さ、斜めに打ち出していく。さあ、この処理する範囲、良い字は右上に置いておきたいと。ハンシャインを倒したかったが、左側残りました、ハンシャイン。さあ、これ良い地に回るまでにゴールしたいですね、ストイックアルファは。はい、良い地が回るのが先か、それとも友情で削り切るのが先か。あ、アミダはここから急がないといけない。コブンゴ、コブンゴストライクショット。さあ、ストライクショットです。ストライク、ストイックアルファ。おっと、ここでバトンもらいたかったんですね。いや、どうでしょう、これは大きなプレーになったか。そしてリーダー、ヨイチが回ってくるぞ。来た、ヨイチに回ってくるか。ヨイチです、リード、ケビン決めに行く、しっかりと狙いを定めてストライクショット、決め切った、生きていたアラブルズの魂、ケビン、そして甲子6、7か、アミダ悲願の初優勝。
10年目の王者誕生。2018年アラブルズで果たせなかった決勝大会のチャンピオン、それが6年越しにここ奈良アリーナで10年目のチャンピオンとして叶いました。モンストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップ、チャンピオンに輝いたのはアミダー。クリアタイムは2分27秒720というタイムでした。ストイックの方もタイム出てるんでフィニッシュしてたんですね。そうですね、惜しくも3秒叶いませんでした。タイムアタックラウンド8位から始まったこの決勝大会、2日間で大きな飛躍を見せた阿弥陀のチャンピオンです。さあここで準優勝となりましたストイックアルファリーダー吉選手から一言いただきたいと思います。はい、阿弥陀さん対戦ありがとうございました。やっぱしっかり決めてきてさすがだなと思いました。ちょっと一歩及ばなかったです。でもやっぱやりたいことはしっかりやれたし、自分たちのやってきたことは間違ってなかったんだなっていうのが証明できて、それが一番良かったかなと思います。また来年も頑張って、この舞台に立ちたいと思います。皆さん応援ありがとうございました。素晴らしい戦いでした。ありがとうございました。さあ続いて見事日本の頂点に輝いた阿弥陀のリーダーケビン選手、はい、一言いただいてもよろしいでしょうか。いやー全一っすか、嬉しいっす、全一っすまあなんか僕も泣いちゃうかなと思ったんですけど、やっぱ耐えますね。嬉しいっす、めちゃくちゃ普通に、はい、インタビューで人生最高の瞬間とおっしゃってましたが、今の瞬間は、ね、これは達成したかった本当に目標の一つだったので、ここで成し遂げられて本当に嬉しいです。最高です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、後ほど皆さんからねちょっとお話も伺えればと思います。さあモンストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップ決勝大会、決勝を戦った両チームの皆さんに改めて盛大な拍手をお願いします。ここで表彰の準備等ございますので、この激闘のバトルを振り返っていきたいと思います。さあこの決勝から1本プレイバックを見れるということなんですけれども、解説のお二人どっちがいいとかありますか。どうですか、どうします、水見る、難しいですよねこの。そうですね、どっちも見たい。せっかくなんで、はい、お客さんに決めてもらいたい。おー、じゃあ拍手の量とかにします。ペンライトがあるじゃないですか。ペンライトはでも買ってるやつだから、あ、持ってない人もいるかもしれないから、そういうことか。じゃあ拍手にしようかね、行きましょうか、うん、じゃあ決勝の第一ゲームの木のステージが見たい人。おー結構多いな。じゃあ続いて、優勝を決めた水のステージが見たい人。これ難しいな。難しい、50-50ですね。言うてみていいですね。じゃあごめんなさい、優勝を決めた選手の声も聞ける水でいきましょう。そうですね、はい、お願いします。2ゲーム目ですね、お願いします。はい、じゃあ水のリプレイを見ていきたいと思います。選手の声がございますので注目ください。まあ、チャンピオンになった時の声というのをちょっと聞いていただきたいなというふうに思いますね。これ実はケビン選手の最終ショットがちょっとすごい部分があるんですよ。引っ張り直しですもんね。引っ張り直しもあるし、それ以外にももう一個僕は多分こうなんじゃないかなってあるんで、そこまた後で話せたらなと。完璧と、さすが、さすが。さあこれストイックはもうとことんこの遠征貫いてたんで、やっぱりこれが一番だって思ってたんですよね。いつも通り打ってもらって、うん、おいつも通りいい声かけですね。オッケー、ナイス。切り、切り、切りだけね。丁寧に。オッケー、上からパーシー。オッケー、上から、上から。頼むぜ。はい、よし、これいつも通りの位置いくな。オッケー。阿弥陀が意外と静かですね。オッケー、ナイス。ナイス。かなり集中してるな。これすごいですよね、戻ってくる陽一。これ戻ってきましたね陽一。
大丈夫重なってない大丈夫大丈夫大丈夫これは大丈夫例で見せる壁ビタなんで OK うん荒木さんゲージワンチャン普通しちゃんと声出ししてますね大丈夫大丈夫 OK あごめんいや下から右下から打つよ OK 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 合ってる相手ゆっくり打ってる相手の画面もちゃんと見えてる。ナイスナイスナイス。右に蹴って、右から、うん、右蹴ってパスね。オッケー。着出した後の斬撃で多分涙落としたかったんですよ、ね。ゲージ決めよう、ゲージ決めよう。うん。僕どうしようかなこれ。横下がって、横下がりで抜けちゃいますか。オッケー。右上でいい。オッケー。右足でした。ああ、左下から。うん、左下。オッケー。いや、いける。間に合う。僕横端頑張れ、うん、横端立てかナイスオッケーいける俺が絶対決める間に合うどうこれ横端がギリギリだねうんギリギリいける大丈夫間に合う右からオッケーこんねこれが決まってればと思ってしまうところではありますねオッケーこの良い位置なんですけどケビン選手ストライクショットを考えた末押してるんですよゲージ決めて確かあ、ノック選手が SS って言ってんのそう、これもしも失敗してももう一回回せばここで打てるって多分考えてるそれがもう優勝決まるのにその判断ができるっていうのは一流ですね、まあ、2段階目あと火力も上がるんでそうですね、そこもあります、はい、もしかしたらそっちがメインかもしれないですねまあでも SS を打つという判断は、まあ、打ち得ですからね、 そうですね途中でしたというところもポイントだったんじゃないかなと思います、うん、さあ以上プレイバックをご覧いただきました皆さん拍手もありがとうございますさあ、準備が整ったようですので表彰式に参りましょうまずは各チームに贈られる賞金商品のご紹介ですモンストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップ決勝大会優勝チームには賞金1500万円と優勝盾準優勝チームには賞金500万円と準優勝盾3位の2チームには賞金300万円と3位入賞盾そしてベスト8の4チームには賞金100万円がそれぞれ贈られます続いて副賞のご紹介です優勝チームにはご覧の商品が続いて準優勝チームと3位の2チームにはご覧の商品がそれぞれ贈られますさらにこちらです決勝大会へ進出したチームのうち上位4チームに対しプロライセンスの発行を一般社団法人日本 e スポーツ連合ジェスに推薦させていただきます先ほどお伝えした通り今大会での結果を改めてお伝えさせていただきますベスト4に輝いたリベリオンからヨダン、ナベ、ウーさん、ユーナンバーワン選手各4人そして弾けた泡からはコバパット、ベイちゃんこの選手2人そして決勝を戦ったストイックアルファ、ST レイリ、荒木、ヨシ、ワックンこの4人そしてアミダからはコウシ、ノク、ナナカ以上の3名が新たにプロとしての活動が認められることになりますありがとうございますでは各チームの表彰に参りましょうプレゼンターは株式会社ミクシーモンスターストライク三島圭介プロデューサーです三島さんよろしくお願いします大きな拍手でお迎えくださいさあここまで激闘を繰り広げてきた選手たちの晴れの舞台です皆さんぜひ拍手や声援そして配信のご覧の皆様はチャットで盛り上げていただければと思いますそれではまずは準優勝チームの表彰です準優勝チームのストイックアルファの皆様はステージセンターへご移動くださいのストイックアルファには準優勝盾が贈られますチームを代表して1名お受け取りくださいさあ会場の皆さん配信ご覧の皆さんもぜひスクショタイムですのでねはいいっぱい X とかにもポストしていただければと思いますさあ続きまして賞金500万円のボードが贈られます
こちらもチームを代表して1名お受け取りください。ありがとうございます。さあ改めまして準優勝のストイックアルファの皆様おめでとうございます。それでは元の位置へ戻りください。なお準優勝チームにはご覧の副賞も贈られます。さあ続きましては優勝チームの表彰です。優勝チームアミナの皆さんはステージセンターへお越しください。優勝のアミナには優勝盾が贈られます。チームを代表して1名お受け取りください。続いて賞金1500万円のボードが贈られます。こちらもチームを代表して1名お受け取りください。ありがとうございます。さあ優勝したアミダの皆様本当におめでとうございます。それでは元の位置へお戻りください。なお優勝したチームにはご覧の副賞も贈られます。はい、称号もねきっちり贈られますのでね、ありがとうございます。以上準優勝優勝チームの表彰を行いました。プレゼンターの三島さんありがとうございました。どうぞご登壇ください。さあそれでは改めまして見事チャンピオンに輝いたアミダのチーム全員から喜びの声を伺いたいと思います。こちらはケビン選手からですかね。はい、はい、お願いします。はい、いや本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。モンストいろんな楽しみ方がある中でこうやってチーム組んで人と対戦するっていう楽しみ方が一つあるんですけれど、ま、これの面白さをどうにか伝えたくてずっと僕は大会に出続けてました。で今回あのデイズ の, あのランバトあの常設クエストがあのチャレンジできると思うんですけど、あれで競ってるだけでも本当面白いと思うんです。なんですが、まあ、こうやって壇上に立ってなんかチーム一丸となって戦うモンストがもう想像以上に本当に面白いので、まあ、ぜひあのこれを見てやってみたくなった方はあの挑戦してみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ続きましてコシ選手。はい、会場の方も配信の方も応援いただきありがとうございました。僕は2019年から出場し続けているんですけど、今年初めてずっと出ていた仲間の元を離れて、アビナに加入させていただく形でやってきたんですけど、そうですね、去年負けた時に正直路頭に迷ってた時にケビンさんに出ないっていうお誘いを受けて拾っていただいて、今年はすごく楽しく厳しく楽しくやらせていただきました。でタイムアタックでミスっちゃったショットがあるんですけど、それをなんかたまたま今挽回できたんですごい嬉しいなと思います。とりあえずたくさん友達家族応援していただいた皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きましてノク選手。まずは応援対戦ありがとうございました。まずちょっとメンバーの話をしたくて、ケビンさんはずっとグランプリでは優勝っていうものを持ってなくて、コウシ君はすごい熱量ですごい実力なのに壇上にも上がれないっていう日々を過ごしてて、七日君もあのプロツアーに出て同世代のレフト選手とか吉村選手が大活躍している中なかなか目が出ないっていうと失礼かもしれないですけど、
で自力で田中君もプロシーン戻って、公式君も初めてバトルに上がって初めて優勝して、シルバーコレクターとか言われてたケミンさんがついに全員になったんで、もうこの3人をどうしても勝たせたくて、まあ自分のできる手番しかなかったんですけど今回は。でもまずそこが本当に嬉しいです。で鍋くんとかも言ってたんですけど、僕もキララさんとか、うん、ルヌンさんとか憧れてずっと追って視聴者だったんですけど、ここに立ってプロになって、やっぱこのゲームめちゃめちゃケミさんも言ってたんですけど、すっごい面白くて、壇上でバトルするのも楽しいし、ステージを考察してランバトに出るのも楽しんで、もっともっと盛り上がってくれるといいなと思います。本当にありがとうございました。素敵なコメントありがとうございました。そして最後は七香選手。はい、七香と申します。今日は応援対戦もろもろありがとうございました。そうですね、今日会場いる方、配信見てくださった方、楽しかったですか、面白かったですか。はい、ありがとうございます。見ててこんだけ楽しいんで、出るともっと楽しいです。僕たちはプロとして、リベリオン、ストイック、アルファ、ハジケーターは、そしてアミダ、めちゃめちゃ強いです。でも俺の方が上手いって思ってる人絶対いると思います。なんで来年ぜひこの舞台で僕たちと戦いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さてモンストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップ決勝大会、そろそろエンディングのお時間を迎えました。最後に解説実況の皆さんより感想を伺いたいと思います。いかがでしたか。清丸さん、ちょっと目にね熱いものもあったんじゃないですか。そうですね、僕が話したいって思ってたことを全部実はアミダの皆さんが言ってくれたんですよ。でただそれに僕が一言だけ伝えるとしてれば、僕たちからはこのゲームが面白いってことしか伝えられないんですよ。その面白さに踏み込めるのは今日見てくれてる配信の皆さん、観客の皆さんだけなんですよ。なので、俺の方がうまい、それでもいいです。なんならアミダに憧れたい、それでもいいんですよ。どんな形でいいんで、皆さんから一歩踏み出して、来年もっともっとここがたくさんの人で埋まって、モンストグランプリの予選会場がもっともっとたくさんの人で埋まることを僕は、願っています。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。グランプリ、スタジアム愛があふれる発言ですが、はい、冬谷さんはいかがですか。そうですね、僕もこの競技シーンに参戦して今年で7年目、いや6年目ですか、6年目になったんですけど、本当にプロライセンス取るのに僕も6年かかって、でそれでプロになったらこのゲームの魅力をもっと伝えたくて、でもこのゲームの魅力を伝えるのはやっぱりこの競技人口を増やしていかないと、伝えるのは僕たち側なんで、でもやっぱり今年のステージとかも難しいのが多くて参加しづらいと思うんですよ。でも今横にいる友達じゃなくてもいいです、うん、X で声かけてみてメンバー集って、まずは一度出てほしいなって僕は思います、うん、何事もやっぱチャレンジしないと結果って出ないと思うし、失敗してもいいと思います、恥ずかしい思いしてもいいと思います。でもその気持ちを持って僕はこのゲームずっとやってきたんで、少しでもこの気持ちが伝わればいいかなと思います。最後に一言いいですか。どうぞ。グランプリ最高やな。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして柴田さんも予選から、はい、本当に長く、そうですね、ありがとうございます。今年も実況させていただきましてありがとうございました。今回2日間で、お伝えできたのは8チームによる激闘でしたが、その裏には、
各地方予選大会のバトルラウンドを戦った方々、そしてスイスドローラウンドでですね、惜しくも、涙を飲んだ方々いっぱいいらっしゃいます。本当に現場でですね、まあ、ちょっとした会議室のようなスペースでですね、スイスドローの予選が行われているんですが、そこでわずかに上位8チームに届かなくて涙を流している選手たくさん各地方で見ました。まあ、そういった方々もね、もう来年多分また出場するんですよね。それぐらい本当にみんなこう取り憑かれてね、望んでいるこのゲームっていうのをね、モンスターストライクスタジアムっていうゲーム、皆さんもぜひね、やってみてほしいなというふうに思います。今回ベスト4のリベリオンのリーダー、改めてね、もう一人でとりあえずダウンロードして、ね、プロの真似をしてみるところから始めて、今回ベスト4まで行ったという話してましたから、ぜひともね、次に壇上上がる方あなたかもしれませんので、いつか実況させていただければと思います。今年もありがとうございました。ありがとうございました。さあ、以上でモンストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップは終了となりますが、ちょっとだけ皆さんにお願いしてもいいですか。はい、この会1回に出場した選手の皆さんが本当に 0.1 秒を縮めるために、なんかちょっと涙が出てきちゃったんですけど、何百回何千回も練習してきてここにいるんだと思います。そうですね、想像もつかないようなその努力がこのグランプリ感動を与えてくれました。まあ、予選も含め参加してくださった全ての選手の皆さんに、そして選手自身は本当に頑張ってきた自分自身に改めて大きな拍手をいただけますでしょうか。選手の皆さん、そしてご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。さあ、改めまして観覧に足を運んでくださった皆さん、配信をご覧いただいた皆さん、そしてモンストを愛する全ての皆さんにこの場をお借りし感謝いたします。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、では最後に、いよいよですか。いよいよです。はい、優勝のアミダの皆さんにトロフィーを掲げていただきましょう。ご準備よろしいでしょうか。それでは参りましょう。モンストグランプリ2024ジャパンチャンピオンシップ、チャンピオンに輝いたのはアミダ。おめでとうございます。今年の激闘もこれで幕を閉じました。来年はどんな戦いが待っているんでしょうか。来年このトロフィーを掲げているのは、もしかしたら観客の皆さん、配信をご覧の皆さんかもしれません。今年のチャンピオンはアミダ、初優勝です。Stop!